友達ユニクロフェロー第3期生の平木ひろ子さんです。今日はありがとうございました。ありがとうございます。では初めに、なぜこのプログラムに参加しましたか？私はこのファッションの業界で10年以上働いていたんですけれども、その日本以外のマーケットを知りたかったというのが一つです。もっと大きく言えば自分の視野を広げて、はい、もっと行きたいなと思っていて、このプログラムに応募しました。で、FIT ではそれが結構幅広く学べるので、本当にこれだなと思って、はい、結構ぐさっときたので応募しました。はい。このフェローシップを通して日本にどのようなことを貢献していきたいと思いますか？そうですね。FIT では一つの国だけじゃなくて、世界規模でそのファッション業界およびそのファッション業界を取り巻く様々なことを学べますので、そうですね、日本の、特に完成品の業界ですと中国および、ちょっとアジアのその他の国と、日本がメインのマーケットなんですけれども、それ以外でも、将来的には戦っていくようになりたいなと思っています。日本でやるだけでもすごい大変なので、その並大抵のことではないんですけれども、はい。ユニクロの CEO の柳井さんが言うには、日本にはグローバル人材が必要です。平木さんはどう思いますか？そうですね、まず日本とアメリカの交流をすることによって、日本だけしか知らない人にとっては初めての外国とかであると思うので、日本以外の国っていうのを考えるのすごいいいきっかけになると思います。で、真のグローバル人材っていうのがちょっと何か私はそこまでわからないですけれども、アメリカ以外の国と国のや文化との交流を持つのもすごい大切だと思っています。ですが、アメリカでは世界の文化、世界のいろいろな国や地域から人が集まっているので、なおかつ日本にいても、他の国にいても交流を持てないような国の人とたくさん交流できるかなと思いますので、そのためにはすごいいい舞台だと思っています。友達ジェネレーションは若い世代もいます。その子たちの中にはファッションやビジネスや留学に興味を持っている人に先輩としてのアドバイスは何ですか？そうですね、留学は私はこれからなので、あまりこうした方がいいというのは言えないんですけれども、ファッション業界に関して言えば、そうですね、伝統や文化と、あと商売とかビジネスに興味がある人、伝統文化好きな人でようであれば、すごいぴったりな業界だとは思います。で、その中でやっていくので、忘れていけないことは、デザイナーであれ何であれ、やはり商売人、ビジネスパーソンですので、それは忘れないということ。あと、ファッションに限らず、いろんなことに興味を持って好奇心旺盛でいなくてはならないので、いろいろなことに興味を持つようにしてくださいということですね。本当に何でもどの業界でもそうだと思うんですけど、半歩先、お客様が求めて半歩先っていうのを常にキャッチしなきゃいけないので、そのためには本当視野を広く持っていかなきゃいけないので、はい、幅広く興味を持ってください。友達ユニクロフェロー第3期生の平木ひろ子さんでした。ありがとうございました。